ジョン・ロジー・ベアード、ジョン・ロジー・ベアード、ジョン・ローギー・ベアード、1888年8月13日から1946年6月14日は、スコットランドの電気技術者、発明家。史上初めて動く物体をテレビで遠距離放送することに成功した。また、世界初の完全電子式、カラーテレビ受像館も発明。ベアードのテレビシステムは電気機械式であり、 後に、ウラジミール・ツボルキンや、フィロファー・アンズワースの完全電子式システムにとって変わられたが、ベアードのテレビ放送の成功や後のカラーテレビ開発における功績は、テレビ上重要である。2002年、BBC が行った、100名の最も偉大な英国人の投票で44位に入った。2006年には、スコットランド市場の偉大な科学者10人に選ばれ、の、 スコティッシュサイエンスホールオブフェームに選ばれた。ベアードは、イギリスで、テレビのブランド名として今も使われている。スコットランド、アーガイルビュート、当時はのヘディンズバラ生まれ、ラモンドスクール、アトノの一部、グラスゴーウエストスコットランドテクニカルカレジ、アトノストラスクライド大学を経て、グラスゴー大学に進学。しかし、第一次世界大戦で学業が中断され、 卒業することはなかった。テレビは多くの発明家の業績により発展してきた。中でもベアードの貢献は重要である。特にイギリスではベアードが世界で初めて生で動くグレースケールのテレビ映像を生み出しとされている。優れた光電池を得て光電池と増幅器からの信号調整を改善することで他の発明家に先駆けて成功した。 1902年から1907年頃が画像伝送の信号調整回路を発明し制作している。この回路はセレン光電池の遅延現象による画像崩壊を克服したものである。コーンはこの回路によって電話回線や無線で遠距離の画像伝送に成功したがファクシミリ、彼の回路では電子増幅回路を利用していない。コーンが 静止画像の伝送に成功したことで、その方式をテレビにも応用できる可能性が生まれた。ベアードはコーンの成果を利用した。テレビシステムの開発当初、ベアードはニップコー円盤で実験した。これは1884年にポールニップコーが発明した操作円盤システムであり、画像を操作して蓄積的な光の信号に変換する。テレビ史研究家、 アルバート・エイブラムソンは、ニップ校の特許を、偉大なテレビジョン特許と評している。テレビ放送を考えたとき、二次元の画像を一次元の信号に変換するというニップルの業績は重要である。1923年始め、病気がちだったベアードは、イングランドの南海岸にあるヘイスティングスに移住し、市内に作業場を借りた。そして、古い帽子箱、ハサミ、かがり針、 自転車のライトのレンズ、茶箱、購入した風呂や糊を使って世界初となるテレビシステムを製作した。1924年2月、ラジオタイムズ氏に半機械式のテレビシステムを公開し動く影、物体の輪郭の映像を披露した。同年6月、100ボルトの電気に感電したが、手に火傷を負っただけで生き延びた。しかし大谷に、 作業場を貸すのをやめると言われたため、ロンドンの双方に引っ越し、そこで技術的突破口を開いた。1925年3月25日から3週間に渡り、セルフリッチズというロンドンのデパートでテレビ映像の一般向けデモンストレーションを行った。1925年10月2日、実験室で初めてグレースケールの画像の送受信に成功した。 この時被写体としたのはという複話術人形の頭部で、操作線は30本、毎秒5枚の画像を伝送した。そこでベアードは、下の木沢橋に降りて20歳の事務員、ウィリアム・エドワード・テントンを連れてきて、人間の顔がどんな風に映るのかを見ようとした。従って、テレビに顔が映った、世界初の人物は、テントンということになった。この発明を世間に知らせるべく、ベアードは、 デイリーエクスプレスという新聞社を訪れた。応対した編集者はベアードを精神異常者だと思った。同僚にお願いだから下の応接室にいる精神異常者を追い出してくれ。あいつは無線で見ることができる機械を作ったなんて言ってるぞ。見てみろ、きっとカミソリを持ってるだろうからと言ったという。1926年1月26日。 ロンドンの王立研究所で動く物体の映像の送受信を公開実験で成功させ、双方のフリスストリート22番地にあったラボでタイムズ氏の記者に対して実験を披露し、この時までには操作速度を毎秒12.5画像に向上させている。この時動く製映像をグレースケールでテレビ送受信できることを世界で初めて公開した。 1928年7月3日、カラーテレビの公開実験にも成功。日布公園版の開口部が作る螺旋を3本にし、それぞれ3原色のフィルターを付けたものを使用した。受信側では3原色の光源を使い、整粒子でそれらの点滅を制御した。同年、立体テレビの公開実験も行った。1932年、 イギリス初の超短波送受信の公開実験を行った。これは世界初にはほど遠く。1931年にはアメリカで VHF 帯のテレビ放送向け割り当てが開始されている。1931年から1933年にかけてミルウォーギーの WQXD という放送局で VHF テレビの試験放送が行われたのテレビ技術を使った 試験放送だった。九百二十七年、ベアードは、ロンドンとクラス号間の七百五キロメートルという、長距離の電話回線網で、テレビ信号を送受信する実験を行った。クラス号のホテルで映像が映り、ベアードは、世界初の長距離テレビ送受信を実現した。実は、この約一ヶ月前、ベル研究所がニューヨークとワシントン DC マ 362km での、 テレビ送受信に成功しており、ベアードはこれに対抗したのである。ベアードテレビジョンデベロップメントカンパニーリミテッドを創設し、1928年にはロンドンからニューヨークにテレビ信号を送る実験を行い、BBC のために初のテレビ番組を制作した。1929年当時のドイツ郵便省が彼のテレビ方式の改良を後押しするようになった。 1929年11月と共同でフランス初のテレビ会社テラビジアンベアードナタンを創業。1931年のダービーステークスを初めてテレビで生中継した。また1930年には60センチメートル150センチメートルという当時としては大画面の劇場用東映型テレビシステムをロンドンのベルリン、パリ、ストックホルムで公開した。 1939年には、これを4.6メートル3.7メートルに改良し、ボクシングの試合を放送した。1929年から1932年まで、英国放送協会は、テレビ試験放送に操作線30本のベアードのシステムを使っていた。1932年から1935年まで、BBC は、自前のスタジオで番組を制作している。 1936年11月3日、それまで使用していたベアードの操作線2 4 0本のシステムから EMI とマルコーニュが合併して生まれた電子操作方式の操作線4 0 5本という新たなシステムへ切り替える子を決定した。これに対してベアードは映画フィルムを操作してテレビ放送するという仕組みを考案して対抗。6ヶ月間の試行期間が与えられたが、 ベアードのスタジオが火事になって壊滅したため BBC は1937年2月にベアード方式を止めざるを得なくなった。実際問題としてベアードの方式ではカメラが音掛かりで可動性が非常制限されており採用し続けることは BBC にとって困難だった。ベアードの機械操作式テレビシステムは EMI マルコーニのの式で新たに開発された電子操作式テレビシステムにとって変わられた。EMI マルコーニはウラジミールツボルキンと RCA の特許を使用していた。一方ベアードはフィロファーンズワースと組みファーンズワースのイメージディセクタカメラを使えるようになった。しかしイメージディセクタは感度が低く撮影時にかなりの照明を必要とした。 ベアードは殺像にファーンズワースの殺像管を映画フィルムの操作に採用し問題はあるものの実用レベルだと判断した。ファーンズワースは1936年にベアードの実験室を訪れたが問題の完全な解決には至らなかった。その年の年末に実験室のあった建物が火事になりベアードの会社は EMI マルコーニに対抗する力を失った。その後もベアードは 電子式、テレビシステムについて様々な貢献をしている。1939年、ブラウン管の前で色付きフィルターをはめ込んだ円盤を回転させるという、方式のカラーテレビを公開。これはアメリカで CBS と RCA が一時期、採用した。1941年、操作戦1 0 0本の立体テレビの特許を取得し、公開した。1944年8月16日、 世界初の完全電子式、カラーテレビ受像機を公開していい。操作線600本でトリプルインターレース方式であり、6回の画像操作で1画面を構築する。1943年、イギリスでは戦後のテレビ放送再開を監督するキー委員会が任命された。ベアードは彼らを説得し、操作線1000本の電子式、 カラーテレビシステムテリークロムを採用する計画を立てさせた。その画質は今日の HDTV にも匹敵する。しかし、ベアードとハンキー委員会の計画を戦後すぐに実施するのは無理だった。結局操作線4 0 5本のモノクロテレビが継続し、1964年に操作1625本のシステムが導入され、1967年に パル方式のカラー化がなされた。ベアードの初期の発明は成功したものばかりではない。20歳の時グラファイトを熱してダイヤモンドを作る実験を行い、グラス号の電力不足を引き起こした。後に錆びないガラス製紙ソリを発明したが砕けてしまい使い物にならなかった。空気入りのタイヤからヒントを得て空気入りの靴を作ってみたが試作品は 風船のように膨らんで破裂した。温熱靴下は若干の成功をもたらした。ベアードは冷え症に苦しみ、様々な試みの末、靴下に綿の層を入れると暖かくなることを発見した。他にも様々なものを開発して、発明の際を示している。特に電気を使って様々なものを考案している。1928年、ビデオ録画機器を開発しと名付けた。 日布公円盤と蓄音機を組み合わせた装置である。これで、レコードに操作線30本の映像を録画できる。技術的問題によりそれ以上を発展させることは困難だったが、いくつか録画したレコードが現存しており、スコットランドの電気技師、ドナルド・マクリーンが再生したことがある。他にも、光ファイバー、無線方向探知機、赤外線暗視装置、レーダーなどを開発した。 戦時中に軍のレーダー開発に関わったとする説があるが、イギリス政府が公式に認めたことはない。息子のマルコム・ベアードによれば、1926年に電波の反射でイメージを形成する装置の特許を取得したことは確かだという。レーダーとよく似ており、当時イギリス政府とも関与していたことも事実だという。暗視装置もレーダーとは異なる。ベアードの暗視装置は、 対象物との距離を測れないし、三次元の座標も示すことができない。1944年12月から亡くなるまでの2年間、ベアードはイングランド南東部イーストサセックスの町ベクオンシーに住んでいた。1946年2月に発作を起こし、6月14日、自宅で亡くなった。その屋敷は2007年に取り壊された。 両親と妻と共にヘディンズバラの墓地に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。